始まりました。始まりました。何ですかこれは。これは加藤さん、おはようラジオです。おはようラジオ。おはようラジオです。あと僕ちょっと名前変えようと思ってるんで。あ、名前変えようと思って、ごめん。あの、もしよかったら名前を教えてくださいいきなり、そう、名前を教えて、いきなりお便り、そう、当てにする。お便りコーナー、お便りコーナー第0弾、加藤の名前を決めろ。加藤の名前を教えてほしい。あ、僕の名前を教えて。いいですね、君の名前で僕を呼んで。はい、で今日は何の話をされますか。今日は何の話をするんですかじゃあ話のお題をこちらまで送ってください、まあ、そうだね話のお題も教えてくださいあの話すんで、はい、ちょっとさっき撮ったインスタの説明についてインスタのチェキの話についてなんだインスタじゃないわ。インスタちょっとどうしたどうした。今なんか鳥が来たんですけどどうしたいや、もう鳥が面白くて、鳥が面白くてびっくりした。鳥の顔面白かった、ね、鳥の顔が結構面白くてですね、ラジオだと伝わらないな。そうなの、ごめんなさい。残念だね。残念だな。でチェキ、そう、チェキを取ったんですけど、はい、まあそれですこれ何を説明すればいいんだろうね。これなんだろうね。あの、絵と一緒に写真撮ったんですけど。撮りましたね。この前隣になんか壁穴開いてたから、うん、なんか見たんですけど、うん、赤かった。そんな話します。最近、うん、あの獣人が見つかったんですけど、おどう思います。あの、え、加藤さんが見つけたの。いや、政府が見つけたやつ。あ、そうなんだ。もう想像通りの宇宙人だったじゃないですか。あ、そうなん。そう、あ、見てない、グレイみたいな。そう、マジでグレイだった。どうなんですか。いや、よくないな。よくない、うん、よくないよそれはよくない。やる気が足りなくないですか。確かに、やっぱ宇宙人としてのやる気が足りないですよ。確かに、うん、なんかこう与えられた見た目で満足しちゃってる、ね、確かに確かに。こっちが想像してた方、そうです、ね、方できちゃったから、うん、裏切ってほしかったね。残念ですね。残念でしたね。非常に残念なニュースでした。って書いてある。マジの話していいですか。はい、あのアマゾン の, あの火災の話。ほう、どうすればいいんですかね。ん、なんか概要をお願いします。めちゃめちゃ燃えてますやばい、めちゃめちゃ燃えてます。めちゃめちゃ燃えてんの。めちゃめちゃ燃えてます。めちゃめちゃ燃えてるって。相当燃えてる、燃えてるよそれ。もう燃え切っちゃうんだよ。でも燃えてんのに消火する資金がないって言って、うん、消さないっていう。え、燃えっぱなしなの。燃えっぱなし、ずっと燃えてんの。ずっと燃えっぱなしやばすぎない。やばいねそれ。これはやばいな。見に行きたいなお祭りじゃんだってさ。うん、ほんとほんと。すげえ。とんでもないことですよ。でもめちゃくちゃ広い畑になるんじゃないそこ確かにね。ね。いや、悲しいですね。悲しい。これはどうやって対抗することができますか、アートで。消火器いっぱい集めたよね。確かに。確かに。うん、消火器でなんか、うん、やる。ねえ、昭和天皇燃やしても、燃やしたらめちゃめちゃ言われるのに。ああ、昭和天皇燃やしてね。昭和天皇の話にあんまなんなかったよね、あれ。あ、そうなの。うん、結構なんか、いや、慰安婦像じゃなかったね、ほとんど。あ、なんか最初慰安婦像で、その後なんか俺のツイッターがちょっと、いや、そうかそうか、そう、偏りがあるかもしれない。見てる場所が、神尾勘で三代目。え、三代目神尾勘で。三代目神岡んでいいな。いいね。ああ、え、名前それでいいんじゃない。確かに。でも三代目神岡。でも神尾ちゃんって呼ぶ。ハイパー。あ、かっこいい。ハイパー神岡んでじゃん。強っ。すごい。このノート何ですか。このノート僕が最近っていうか、加藤ちゃん、昨日と今日、ノート、昨日と今日で8月の気になるニュースを一気にスクラップしたんですけど。新聞のスクラップ。新聞のスクラップをしたんですけど。なるほど。なんか面白いのありますかね。いや、いいね。高純度ペプチドを合成ってなんか、うん、夢があるね。ね。
夢がある。ラッパーそう、高純度ペプチドを合成して、うん、こちら燃料デブリ採取装置を試作しする。おてかまだ福島の話してんのっていう話かな。いや終わってないよ ね全然終わってないじゃんっていう。いやどうするのよ、うん、って思うとやっぱ海の中に逃げるしかない。ああそうですね。この話はまた次回。そうです、次回、じゃあ次回ちゃんとしますこの話は。そうね。いやー本当に逃げなきゃいけないなっていう気持ちがありますね、うん、てかどこ行ってもダメだなっていう。いや思いますね、うん、香港のデモもすごいことや。いや香港のデモね、香港のデモがどうなってんのかいまいちわかんないですけど、うん、概要がわかんないけど、うん、なんか警察官がね発砲したりして、あっちゃーすごいことですよ。うん、やっぱどうなんですか、中国側からすると、うん、香港を認めちゃうとシャレになんないっていう、うん、どんどん飛び火するっていう意識があるんですかね、うん、香港許したらちょっと台湾にも来そうだからね。違うか、なんかね、まあ、でも前々からね、うん、香港はあの香港人ですからみたいな、そういうシャレがありましたね。うん、よくない、うん、日本でもやっぱ大阪とか京都はそのうち独立しますからね。あ、そうなんですか、うん、計画が、うん、あ、僕の耳にはちょっと入ってきてるんで。そう、そうで中国もやばいなって思ってたらロシアもやばいっていう。あらららら、いや20年もプーチンやってんの嘘嘘嘘、すごくない、やば、え、人生じゃん本当本当本当で今22歳ですけど、だから2歳の時からずっとやってるんです。え、22歳だ。22歳です。へえ、プーチンじゃないよあぶーってあぶーってアブーって言った時からもうやってる。すごいすごい、ね、まあ、2歳は、ま、もうアプーじゃない可能性ある。アプーアプーかもしれない。アプーかもしれない。なるほどね。アプーチプーチって言ってたかもしれない。かわいい。でもプーチンってあれでしょ、2人目でしょ。ああそっか、2人目なんでしょ今。2人目なの、うん、なるほどね。それはそうなんだ、うん、2人目なの。2人目なんです。最初の人は何、誰だった。最初、え、プーチン。あ、プーチン、うん、プーチン1号2号でしょ今。あ、そうなの。2号目だったと思う。ええ、どっちが捕まったとかじゃないの闇営業。闇営業プーチン1号2号泣きながら会見したかもプーチンが1号、プーチン1号1号プーチン1号は、あ、そうなの。いや、これだからやめざるを、アウトすぎるAI 兵器攻撃判断禁止。ほうほうほう、まあ、日本人じゃないわ、人間もね、 AI 兵器にねやらしたくないことは日本人じゃない、人間もやらない。ガミガミじゃない大事なことを感じた。そう、めっちゃ大事だった。大事だよ。大事だったに笑いになっちゃった。うん、もう一回言います。言いません重要なことは1回で言ってください。1回で言ってくださいじゃない、1回で言いますガミガミじゃん、ずっとじゃあ文化芸能クラブおはようラジオ、今日も皆さん一日頑張ってください。おはよう。終わり遅く、まだ探り探りだ